はい、山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気に過ごしておりますか？僕もですね、今週末なんですが、だいぶアトラスラジオの方がですね追いつかれてしまいまして四苦八苦しております。今土曜日ということで、明日は、山口県の方に毎年恒例のライブに行くんですが、ね、このままじゃね、なかなかちょっとやばい感じかなと思っております。幸いチケットも売れたみたいで、どうにか立ち上がっていきそうです。ネット配信と込みでやっていく時代なんだなって感じですね。それから、僕の新刊の日本回帰行、発売になりました。来週からなってますので、これここら辺に、ね、出てるんじゃないですか。補佐官が出してると思いますけど、 Amazon で予約をしてください。これが売れないと2巻が続きませんので、毎月の各月のランキングも大切ですけども、コミックの売り上げも大切ということで、まあ地道に頑張っていくだけですね。番組1本、出す本1本、各雑誌1本、それが一つ一つが、まあ作家としての勝負になって評価に変わってくるんじゃないかなと思います。ただはっきり言ってきますよ、正当社から出してる日本の妖怪大百科と世界の妖怪大百科、これ日本編と世界編合わせて2冊で26万部になってます。オカルト本でもうここまで売れる本はないと思いますので、皆さんまだお買い求めになってない方は、正当社、西の東の会社ですね、正当社の妖怪大百科もぜひ買ってください。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、宇宙人の死体を発見してしまったかもしれないという三重県の K さんと電話がつながっております。果たしてどんな話なんでしょうか。 K さん、あ、こんにちは。あ、こんにちは。はい、もうアトラスラジオはだいぶ聞いてくれてるんですか？まだちょっと1ヶ月程度なんですけども、毎日聞いております。あ、なるほど。じゃあ最近、はい、気がついたって感じですか？あ、そうですね。なるほど。で、はい、で、メール整理したらですね、はい、前回の投稿あ残ってましたよ。あ、ありがとうございます。ちょうど6年前にメールいただいたんですよね。そうですね、当時はちょっとどうしてもその真実を知りたくて、もういても立ってもいられず、ちょっと一度敏太郎先生の方にメールさせていただきました、なるほど。それをまあちょっともう一度改めて聞いてみよう、はい、ということになったんですが、はい、それで、アトラスラジオを山口がやってるって聞いて、じゃあもう一回送ってみようかって感じになったわけですね。はい、あ、そうですね、はい。それで、おいくつなんですか、Kさんは？あ、今年で30歳です。30歳。はい、それで、その不可解なものってのは、いつ頃、どこで見たものですか？2003年の4月なんですけど。4月、はい。はい、私は今東京に住んでまして、東京に、はい、出身が三重県なんですけど、はい、でその三重県津市に住んでて、はい、当時ちょうど自分が中学1年生になったばっかりの頃なんですけど、中1になったばっかり、はい、ちょうど4月だったんで入学したばっかり。そうですね。それで、はい、海の近くに住んでたんですか、これは？あ、そうですね、ちょうどもう海から、実家から歩いて、5分ぐらいでもう海、あ、そんな近い、住んでました。あ、かなり近いですね。はい、で友達から電話かかっていたって書いてましたけど。そうですね、S 君なんですけども、近所に住んでるその小学校の頃から仲のいい友達なんですけど。でこれ何曜日に電話かかってきたんですか、朝？日曜日ですね。日曜日の朝から、はい、幼馴染といえども急に電話かかってきたわけですね。そうですね、ちょっとびっくりしましたね。何時頃だったか覚えてないですか？
え、もう6時ぐらいですね。相当早いですね。いくら友達でもね。そうですね。書けない、書けない時間ですよ。そうですね。はい、ゆっくり寝てたんですけどね。ほんで、お母さんに起こされたって書いてましたけど。あ、そうですね。母親もいつも日曜日は休みなので、うん、その6時に、いつもこう、うん、まあ、2人、僕もそうなんですけど、目覚ましはかけずに。はい。まあ、ゆっくり寝てるはずなんですよ、日曜日っていうのは。お、おふくろさんも寝てる。はい、うん、なんですけど朝の6時に急に起こしに来まして、うん、ちょっと S 君からなんか電話来てるから出てって言われまして、うん、そんなん朝か早うから出てって言われても困りますよね。そうなんですよね、はい、うん、でまあすごい、まあ、母親はまあちょっと怒りながら、うん、でまあ自分はとりあえずまあ 、うん、出たんですけど、うん、なんかすごい興奮してまして S 君が S 君がはい、なんやねんという感じでしょうね。お前朝から電話かけてきよってからに、ね、ほんまにいいって、はい、そしたら、うん、どんな感じなんですか。今すぐ海に来てくれってもうすごいせかすんですよね。出し抜けですよね、海に来いって、はい、で朝の6時に海ってちょっとよくわからなかったんですけど、うん、まあ、とりあえずまあ近いし、うん、まあ、ちょっと興奮してたので S 君も、うん、ちょっとまあすぐに向かったんですよ、うん、何かあったに違いないと。そうですね、はい、うん、行ってみた。あのチャリで行った、歩いて行ったのか。あ、自転車で行きました。あ、チャリンコで行ったわけですね。はい、はい、そうすると、ま、S 君待ってたんですか。はい、なんですけど S 君と、はい、S 君のお父さん、はい、あとそのペットの犬がいました。犬がいた、まあ、はい、その多分散歩に行ってた時だったと思うんですけど。なるほど、 S 君はじゃあ犬の散歩をしてたわけですね。はい、そうですね、うん、それでまあ S 君たちのそばに行きましたら、うん、もうそこにその宇宙人らしき死体が ありました。あの、どんな感じなんですかね。あの、波打ち際にあったとか、その岩の上に打ち上げられてたとか、はい、どういうイメージですか。あ、波打ち際ですね。え、じゃあうつ伏せですか。仰向けですか。仰向けでしたね。仰向けで、はい、それで大きさはどの程度だったんですか。1メートルちょっとぐらい、本当に小さかったですね。1メートルちょっと、じゃあかなり小人の宇宙人ですよね、はい、そうですね、はい、それで手足ははっきりあったんですか。あったんですけど、はい、あのまず指がですね、うん、ちょっと5本なかったんですよね、まあ、当時あのちょっと曖昧で3本か4本だったんですけど、その、当時の記憶として5本ない、5本ないってすごい興奮して自分言ってたので、あの数えたら、はい、5本なかったからこれ人間ちゃうぞっていうような感じで。そうです、はい、まあ、そう言うた記憶があるんですね。そうですね。ただ、うん、特徴がありまして、あ、はい、その水かきがあったんですよ。あ、指と指の間に。あ、そうですね、はい、かなり大きめの水かきですね。水かきか、はい、足の指の間はどうでした。そこはね、確かなかったんですよ。なんかその時に手と足もなんか感じが違うみたいな興奮したのを覚えてて、感じが違う、人間とちょっと見た感じちゃうんですか。人間だとこうに、まあ、手と足ってこう似てるじゃないですか。あ、似てる、はい。ただその死体に関しては印象が全然違くて、その足裏を見たところ肉球があったんですよね。足裏肉球、はい、あの猫ってニャンコとかニャンワンコにある。あ、そうです、はい。じゃあ肉球がポツポツと3つか4つついとる感じですか。そうですね。なのですごく違和感があったというか、うん、あ、足も指が4本ぐらいでした。そうですね、足も5本なかったですね。肉球があるって変ですよね。はい、だからあの何でしょう、まあパッと見はもういわゆる皆さんがイメージするグレーなんですよ、うん、あのグレーなんですよ。灰色のイメージですか。全身灰色だったんですけど、うん、のちょっと質感がバラバラと言いますか、うん、質感がバラバラ、はい、ところどころ薄くなっとるとか、そんな感じですか。顔がちょっとマットなんですよね。マットっていうとどういう意味ですか。透明感がない感じです。透明感がない感じですか。はい、ただし体は透明感があったんですよ。ほう、イカとかクラゲみたいな。あの海洋生物みたいな感じで。はい、そうですね、はい、うん、あのどういうことなんですかね。顔だけは、はい、透明にならんような機能になってるんですかね。
どうなんですかね。で、目、眼球はなかったんですよ。もう完全になくて、うん、あの眼球がないということは、はい、黒目だけっていうような感じですか。そうです、まあ、空洞と言いますか、まあ、真っ黒と言いますか。ああ、ひょっとしたらあったかもしれんけど、もうそうですね、そういう感じでしたね。ね、あ、なるほど。鼻がなかったような、うん、あったようなっていう、すごいあんまり印象に残ってなくて。ああ、鼻があったかどうかはちょっと覚えてないと。はい。お、あの口はどんな感じですか。牙とか、ね、歯みたいな。そうですね、なんか歯が結構細かく鋭い、うん、要は人間の歯よりもちょっと魚よりの、あ、だけど魚よりは大きめの歯で、あ、びっしり生えてる。そうですね、ちょっと鋭い感じですね。上下に生えてました。あ、上下に生えてます。あ、唇とかなかったですか。ないですね、はい、もう完全にグレー色というか全身。ああ、ちょっとのっぺりした感じですね。そうです、のっぺりした感じです。でも手足はちゃんとあるんですか。ありますね、人型と言いますか。ああ、あの洋服とか着てなかったですよね。あ、全く着てないですし、ええ、もうだから本当にあの皆さん知ってるグレーなんですよ。あれにほとんど一緒ですね。あの宇宙人みたいなやつが。そうですね。あの、まあちょっと下世話な話だけど、男性器とか女性器はついてなかったですか。なかったです。へえ、気持ち悪いな。はい、すごい、はい、不気味でした。いや、それ見てて、はい、なんやこれって言いませんでした最初。いや、もうめちゃくちゃテンション上がりまして、で、うん、なんか一般的なグレーよりもちょっとイケメンって言ったらおかしいですけど、うん、ちょっとはかっこいいというか、なんか映画とかに出てきそうな、なんかそんな顔つきと言いますか、ね、ちょっとかっこいいなと思いました。ちょっとかっこいいグレー、はい、グレーにしたらかっこいいぞと。はい、まあ、顔だけなんです。体はすごく、まあ、うん、なんかダサいなっていうか、うん、ちょっと、はい、水かきがあったり肉球があったりしたんで、うん、変な感じでした。お父さんなんか言ってませんでした？その時一緒に乗ったお父さんは。いや、もう僕たちと同じで、宇宙人やっていう感じ、うん、これ宇宙人やなとかいう話。もう完全に、はい、もう誰が見てもっていう感じでした。ああ、いや、でもそこで死んでたって何なんですかね。あ、でですね、うん、とりあえず、うん、まあ、僕らも一応作り物かもしれないと、うん、まあ、疑ったので、まあ、うん、海だったので、その木の棒が落ちてまして、あ、はいはい、まあ、それでとりあえずちょっと背中側を見て、背中の方を見てみようってなって、うん、これちょっとつついてみたら、うん、すっごい柔らかくて体が、もうプニっていう、もうほんとクラゲとか、ああいうような、もうびっくりして、で、しかもそこからもう小映えがブワーって出てきまして。ああ、もう、じゃあ腐っとる感じですね。はい。で、その背中を起き上がらせようとしたら、もう腐敗臭がガーッとこっちに寄ってきて。ああ。じゃあ、もう、これあかんって感じですか。はい、もうその時に、あ、これ、生き物というか、その死体だなってはっきり分かりました。うん、まあ、その、なんか、どっかアーティストが作ったようなもんではないんですか。はい、最初はそう思ったんですけど、うん、もう、これは違うなと思いました。ああ。じゃあ、相当臭かったですか、現場は。いや、かなり臭かったですね。ああ。その現場は、はい、あの S 君と S 君のお父さんと K さん、はい、その3人しかいなかったんですか。そうですね、はい、誰も外観はいなかった。はい、まあ朝の6時で結構ローカルな場所でもあるので、あ、まあ誰もいない感じでしたね。土っていうと海岸は、はい、あの海水浴やったりするんですか、その辺りは。あそこは結構、あ、名称で出してもいいですかね。あ、出しても大丈夫ですよ。マリーナ川毛っていう場所なんですけど、今はちょっと知らないですけど、当時は結構海水浴とか、ああ、まあ、そういう盛んでしたね、うん。なるほど。じゃあ、割と地元の人たちは比較的よう行く場所だということですね。あ、そうですね。はい。じゃあ、それで、これ、写真撮ろうとか、なんかそういうことはしなかったんですか。あ、でですね、とりあえず、まあ、当時2003年で、まあ、当然、ガラケー自体持ってなくて、うん、で、その S 君、まあ、近所に住んでたので、カメラ撮ってくるわって言ったんですよ。あ、 S 君も海岸の近くに住んどったんですね。あ、もうそうですね、はい、同じ 地元で、はい、まあ、地元の子で、うん、はい、で、すぐ撮りに行ってくれたんですけど、まあ、それがなんかあの JA バンクってご存知ですかね。あ、 JA バンク知ってますよ、はい、はい、JA バンクの貯金魚っ
ていう、ええ、あのキャラクターがいるんですけど、あ、なんかそのカメラを持ってきたんですよね。いや、またまた難儀なカメラ持ってきましたね。まあ、そのデジカメとか持ってなかったらしくて、なんかその景品かなんかで当たったやつを持ってきたんですよ、うん、でまあもういいやこれでっつって、とりあえずもうその死体と、うん、あとみんなで写ってる写真とか撮ったりして、うん、あの結構もうテンション絶対テレビ局持ってくみたいなそんな雰囲気になってましたね、その時は。もうそれでもバシャバシャと20枚ぐらい撮ったんですか。いや、もうめちゃくちゃ撮りましたね。あ、それでその写真は現像は出したんですか。でまあ、翌日に、あの近所にスーパー、あのスーパーの中、うん、スーパーというかちょっと大きめのショッピングセンターみたいなところにあるそのカメラ屋さんに持って行って、はい、でまあ、少々お待ちくださいって待ってたんですけど、うん、これは現像できませんって言われてしまいまして。え、どういうことですかそれ。なんかその時覚えてるのは、なんかおもちゃだからみたいなこと言われたんですよ。 え、でもまあその調べたら全然使えるやつなんですよね、そのカメラは。使い捨てカメラみたいなやつなんで、でも僕らは当時、みたいな、そんな、まさか無理って言われると思ってなくて、うん、ちょっとすっごいテンション下がって、僕たちは。って感じですよね。もう、はい、そうですね。そう、スクープ写真をゲットしたのに。そうなんですよ。もう友達を見せるって言ってたんで、その時は。もうショックでしたね。その貯金業で撮影した写真はどこ行っちゃったんですか。でもその、なんでその、S 君が多分持ってるはずなんですけど。いまだに持ってますかね。いや、ちょっと音信不通で今連絡取れないんですよね。あ、同窓会だったら。はい、同窓会もし次やったら絶対聞こうと思ってるんですけど、うん、いや結構ねそういうのね、はい、あの、はい、覚えてたりしますよ、撮った方は。あ、そうですかね。僕も小学校の UFO 見た話したら、はい、あの一緒に見た友達みんな覚えてましたからね。あ、やっぱそうですか、はい、そんな衝撃的なことがあったら忘れんはずやから、はいはい、多分撮ってるんちゃうかなと思いますけどね、はい、成人式の時に一回その話したんですよね、うん、覚えてました。あ、覚えてました。貯金魚どうなったって言いました。それはね、聞くの忘れてて、あの、あ、ただまあ宇宙人のことはすごい覚えてて、うん、彼曰く、うん、俺は歯が一番怖かったって言ってました。ああ、噛みつかれたカナはって感じですね、はいはいはい、あの結局その死体はどうなったんですか、はい、最終的に。でもうすぐ僕たちとりあえずもう一回行こうって言って、うん、行ったんですけど、もうなくて、何ですかね、猫が食われていったんですかね。いや、わかんないんですよね。ただ、うん、まあ、うん、僕たちも本当は最初あの、うん、持ってくれようとしたんです、その写真撮る前に。はいはいはい。ただそのボディがあまりにも柔らかすぎて、ええ、なんかちょっと崩れそうだったし、もう本当気持ち悪くて、ええ、まあ腐敗臭だったり、ええ、虫もすごかったので、結局まあ置いて写真を撮ろうってなったんですよね、うん、ああ、そういう時は多分僕に電話ください。いや本当当時ご存知だったらもう速攻電話してましたね。そうですね、今から17年前やから、はい、まあ一応僕はもうオカルト研究家としてデビューした後ですからね、はいはい、いや惜しかったですねそれね。いや、もう本当に、うん、はい、でも何なんですかね、宇宙人が死んどるにしてもね、はい、なんか前の日に UFO が三重県の上空で飛んでたとかそういう情報があればね、うん、はい、もう何の前触れもなくでしたから、突然、はい、宇宙人が漂着みたいな、はい、何なんだろう、うん、いや、ほんで 前も6年前もちょっとメールで返したと思うんですけども、はい、あのアクア説というのがあって、はい、あの人類の先祖の猿がね、はい、あの浅瀬で進化して二足歩行ができるようになったと、はい、あの浮力を利用して二足歩行したから、はい、で、まあ、人類手が浮くようになって、はい、あのね、こう捕食されることもなく、はい、手を使ってこの魚とか貝とか取って食べて頭ようになったって話があるんですよ、はい、で大部分の人類はその後草原に帰っていくんですね。あ、で文明を作るんですけども、はい、一部のその我々の先祖の猿がですね、はい、海に入ったっていうんですよ。あ、でだからこの水かきがあったっていうのが僕すごい気になってて、
宇宙人の死体かもしれんけど、逆に、はい、あのね、半魚人の死体ちゃうんかなと思ったりしてね。あ、そうですね、それは確かにと思いました。それもあるよね。はい、あの象の先祖と、はい、あのあれ、あの何だったっけ、あのジュゴンの先祖が一緒。あ、そうなんですか。で、あのね、あのクジラとかイルカの先祖ももともと陸歩いてたから。はい、あの陸に歩いてたやつが海に入ってクジラとかイルカになったり。ジュゴンね、犬の先祖とアシカが一緒なんよね。はい、アシカってなんかゲイやったり愛想よかったり、なんか犬っぽいでしょ。そうですね、あれ先祖つながってるんですよ。だから我々の先祖の一部の猿が、はい、海に入って進化したんちゃうかという説があるんやけど、はい、まあそれを僕らが人魚とかね、はい、そういうふうに言うてたんちゃうかっていう説があるんよね。ああ、そっちもそっちですごい興奮しますね。そうやね、なんか、はい、そのじゃあこれね、アトラスラジオも7万3000人聞いてるから、はい、結構レスポンスが激しいんですよ、はい、反響が。はい、でもうメルマガの前の数百人レベルの、ね、メルマガとは全然違うので、はい、破壊力結構あると思いますよ。ああ、それはありがたいですし、ね、自分も結構調べたんですよ、うん、ネットとかで写真とか。ああ、調べましたか。全く出ないんで。いや、これおかしい話やな。はい、あの見たものを絵に描くことできます？あ、一回描いたんですよね、あの昔。あ、描きました、顔の部分。あの添付で送ってきたあの顔のやつありますよね。あれと何年か前の、6年前にいただいたメールで。はい、あの顔ですか？あの顔なんですけど、多分もうちょっと歯が、うん、そのS 君との話によると、うん、もうちょっと歯が出たみたいなことを言われまして、もうちょい歯がギザギザに生えとったみたいなやつ。もうちょっと、はい、もうちょっとちっちゃかったって言ってましたね。うん、あれはオリジナルの絵なんですね、あの絵は。あ、一応、はい、フォトショップで描きました。なるほど。じゃああれはあのちょっと使っていいですか、これ紹介で。はい、構いません。はい。ああ、わかりました。じゃあこれね、ひょっとしたらね、東京スポーツが乗っけてくれるかもしれん。それはまたそれでとても嬉しいですけど、東スポは100万部出てるから。はい、効果かなりあるよね、またあれ。ああ、もう本当に、はい、一人でいいので、一人でも誰か思いやね、同じ経験してる人に届けば嬉しいです。いや例えば、いや俺それ歩い、そいつ歩いてるのを見たことあるよとかね。ああ、はい、うん、いや俺こいつに触られかけたとかね。そうですね、うん、結構すごい体験されてる方多いので、うん、あのあれちゃうかな、あのひょっとしたら、はい、あのテレビ朝日の方に話をするかもしれない、僕の方で。あ、本当ですか。うん、ねえ、はい、だって宇宙人の死体ってっていうの話はあんまりないもんね、日本で。そうなんです、調べても出てこないんですよね。ない、確かないね。はい、宮崎県で墜落事故があったっていうのと、はいはい、調子で UFO が部品を落としていったっていうのと、はい、いうのはあるんやけど、宇宙人の死体があったってあんまり聞かないよね。そうですね、はい、全く、うん、はい、ないですね。あの宇宙人が脱いだ服が落ちとったっていう話はありますよ。すごい、そういうのがあるんです。いやそんな地球に来て服脱いで服を掘っていく宇宙人いないでしょ。それ裸で帰ったんかいって感じになりますもんね。はいはいはい、うん、知的レベルが低いとしか思えないです。そうです、ね、確かに。いやでも本当気になりますね。あのその UFO は見てたんですか、つで。UFO ですか。はいはい、あとこれとは別では見たことあるんですけど、あの三重県で見てたんですか。三重県で1回、愛知県で2回です。ああ、結構見てますね。はい、ただ自分が見たのは、はい、いわゆる円盤ではなくてですね、初めて見たのは確か小学校2年生の時だったと思うんですけど、はい、
まあ、当時父親の車で買い物の帰り、はい、何気なくこう外を見たんですよ、はい、そしたらちょっと縦長の形をした、はい、筒のような形した、まあ、物体が、はあ、まあ、真っ直ぐ上にノロノロノロって上がってたんですよ。縦長、はい、まあ、ロケットとまではいかないんですよね、なんかもっと短い感じの、そういうのたまにありますよ。あの円柱形の形をしてて、あ、そんな感じですね、はい、でちょっとわずかに回転しながら上に登っていくって。ああ、はいはい。で、うん、僕もそうだったんですけど、うん、ちょっとオレンジ色に発光したなんかリングみたいな輪っかみたいなのがそのボディに3つ4つぐらいなんかひっついてて、でそのままノロノロノロっと上に行ったんですよ。うん、そしたらパッて消えて一瞬で、じゃあそのまた蹴ったら話やな。でその時ちょうどもう快晴だったんですよ、雲一つない、うんうん、なのでそのパッて消えたのがちょっと意味が分からなくて、うん、あ、何やろ、でもう、はい、うん、じゃあ何やろ今の幻覚かなとか一瞬思ったわけですか。あ、でもその時はもう、あ、UFO だって思いました、ね、あ、UFO やから消えたん、 UFO のことは知ってたんで、あ、なるほど、 UFO やから消えたんやと。はい、だからわざわざなんか、うん、その時父親に何も言わず、あ、親に言わなんだんですか。言わなかったですね。あ、なんか見ちゃったな、ちょっとまあだから、うん、テンション上がってるんだと思うんですけど、うん、見ちゃったと思って。なるほど、はい、じゃああれですかね。ほんでその後名古屋で見たんですか、また UFO は。はい、ただこちらは、うん、あの2回見たんですけど2回とも同じもので、うん、でしただこれあのもしかしたら UFO じゃないのかもしれないんですけど、うんうん、あの当時あの大学で下宿でその愛知県の長久手っていう場所に住んでたんですよ、うん、あ、小牧長久手の合戦場、そ、まさにそこなんですよ。その、はいはい、小牧長久手の合戦があった、まあ、わずか10秒ぐらいの場所に進んでたんですよ僕。あ、なるほど。僕も一回取材行ったことありますよ、あそこ。あ、そうなんですね。はい。で、あの当時まあ下宿だったので、まあ、一人暮らしで、うん、まあ、スーパーに夜買い物に行って、うん、で、まあ、歩いて帰ってたんですよ。はい。そして、まあ、夜8時ぐらいだったんですけど、はい、まあ、なんとなくふと上を見たらですね、あのまあ真っ暗な夜空になんか、形はポップコーンみたいな形って言ったら分かりますか、ちょっといびつなこうなんか形の、なるほど、このポップコーンみたいな形が規則正しくこう丸になってて、うん、で縁、体のそのボディの縁だけがなんか発光してるような感じの物体がなんか浮いてて、うん、でもその時は UFO とは思わなかったんですよ。まず何だろうあれはって感じですか。はい、なんじゃあれみたいな、うん、で雲じゃないしなみたいな、うん、雲ではないと、うん、でただなんかそのすっごいそのなんと言ったらいい、その真っ暗な夜空にそれだけがポンってあったので、うん、なんか下手くそな CG みたいなすっごい違和感のある感じに見えて、なるほど。そしたらですね、うん、もう真横にピャーンと高速で移動しだして、でそのままフェードアウトしていったんですよね。あ、それは大学1年2年の時。そうですね、1年生の時です。1年生の時、じゃあ、ひょっとしたら関連あるのかもしれないですね。そうなんですよね、うん、何年かに1回 UFO 的なものを見て、はい、で宇宙人の死骸のようなものを見つけて、はい、だからひょっとしたらまだそろそろあるんちゃいます、また。いや、期待してますね。なんか変なもん飛んでるでっていうことが。あ、全然ないんですけどね。あ、うん、仕事に夢中になったらだんだん見えなくなるんですよ、みんなね。あ、そうなんですかね。で仕事が落ち着いてきて、だいたい50ぐらいになって部長とか呼ばれるようになったら見る、また見るとかね。ああ、見たいですね。今お仕事は東京でやってらっしゃるんですか。あ、東京でやってます。ああ、なるほど。あ、面白い話ですねこれ。じゃあちょっとですね、あの、はい、僕の関係のマスコミの人間に流します情報を。ありがとうございます。
ございます。あのそれで反響見ますわ。あ、はい、ありがとうございます。早速今日アップして、はい、今日編集かけさせて、ほんで、はい、あのトースポとかね、テレ朝のスタッフとかに全部流して、はい、あのこの情報を追跡するようにしますんで。すいません、ありがとうございます。はい、どうも今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、Kさんです。ちょっと大変面白いお話ですね。果たして見つけた死骸というのは何者だったんでしょうね。グレイだったのか、それとも人類内座進化説、アクア説で水中に適応した猿の子孫だったのか。足の裏に肉球があったっていうのはね、なんかこれちょっと衝撃ですね。グレイのね、足の裏を見たことある人ってのはいないですからね、ほぼね。やっぱり肉球があったんですかね。なんかそのあたりすごいちょっと妙に生々しいですね。あの K さんの UFO の目撃談とかですね、その肉球があったとかね、歯が魚のようにびっしりあったとかね、こう柔らかい体でコバエがバーッと散ったとかね、これ嘘を言ってるようには思えないんですよね。まあ問題はその友人が撮影したという貯金魚のカメラに映っていたかどうかというところですね。これがちょっと気になりますね。果たして、ねえ、この UFO の乗務員あるいは搬魚人の死体事件というのはこれ一体いかなるものだったんでしょうね。でも必ず見栄を離した隙になくなりますね、こういうちょっとした死体は。誰が持ってってんでしょうね。 MIB かな、メインブラックではなくて猫かなとは思うんですけども、まあ、波までね、こう漂着したばっかりだとどうしてもでかい波が来ると流れていっちゃいますからね。ね、これミステリーですね。これ似たようなものを見てるよと、あ、それ私が見たグレイと同じだよという人はですね、ぜひまた、情報ください。ね、あのどうなんですかね、足の裏に肉球があったか、どうもここが、ね、で指が4本だった、なんでしょうね。体が半透明で顔が半透明じゃない、どういうことなんでしょうか。ちょっと久々になんか頭を悩ます事件ですね。はい、今後の展開に期待してください。ありがとうございます。さまざまなオカルト情報を募集してます。感想もくださいね。ちょっとした感想、ちょっとした気づいたこと、ちょっとした、情報でも構いません。 tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp までお願いします。メールが苦手だという方はですね、千葉県船橋市新高根、新しい高い根っこですね、 6-27-2株式会社山口敏太郎タートルカンパニーまでお手紙をくださっても構いません。電話だけはやめてください。電話はあの仕事で使っておりますので、大変困っております。それからいきなり訪ねてくるのはやめてください。あの僕は基本事務所にいませんので、妖怪博物館に行ったりですね、アトラス編集部にいたりですね、管理部にいたり、まあ、1週間に1回いればいいとこですので、いきなり来たりしないでください。まあそんなとこですね。まああとサイバーアトランティア、メールマガジンやってます。ふうみーと
マグマグという2つの配信スタンドを使ってやっておりますので、こちらの方もぜひ読んでください。ぜひ読んでくださいね。これ読むとね、あの見方が変わりますよ。あの宇宙人情報をいかにアメリカが隠蔽してるかね、日本の政府がいかにアメリカの属国なのかね、僕らは単なる植民地の奴隷だったんですよ。これに気づかないと、こういう話ができないからメルマガでやってます。はい、山口敏太郎のサイバーアトランティアね、やばい話てんこ盛りになってます。皆さんぜひ読んでいただければ幸いかと思います。これが我が社の運営資金になっておりますので、皆さんぜひサイバーアトランティア読んでください。ね、あと山口敏太の空神、空の神様、ファンクラブね、コロナのせいで活動停止状態に追い込まれてます。まああくまでねチケットの優先予約とかやってますけども、気持ちで応援しようという人はファンクラブの方も維持してくださいね。まあそちらの方もぜひよろしくお願いいたします。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルトだ。作家の山口敏太郎でした。どうもご清聴ありがとうございます。次回もアトラスラジオの時間にお会いしましょう。それではまたあなたを不思議の世界に連れて行きます。ありがとうございます。アトラスラジオでした。それではバイバイ。Bye-bye.